クラウディングアウト、クラウディングアウトとは、行政府が資金需要を賄うために大量の国債を発行すると、それによって市中の金利が上昇するため民間の資金需要が抑制されること。クラウディングアウト、クラウディングアウトの時期は、押し出すという意味。一般にはクラウディングアウト効果として使われる。典型は、失業対策などのために国債を発行して、 公共事業や福祉政策を拡充させようとする際、大量に発行した新発国債が意図せず、市中金利を通させ、民間の経済活動、投資のための資金調達や住宅購入などの消費行動に抑制的な影響を与えてしまう場合である。クラウディングアウトのアイデアは古くから存在し、アダム・スミスは政府による経済活動は全て不生産的労働であり、 政府が公衆から資金を借り入れて消費することはその国の資本の破壊で、あ、さもなければ生産的労働の維持に向けられたであろう。生産物を不生産的労働に向けるものである、とした。一般に完全雇用を前提とした古典派経済学においては、政府支出の増大は、それが租税で調達されようと国債で調達されようと民間支出はクラウドアウトされる。 世界恐慌の発生した1929年頃、アメリカ及びイギリスで盛んに論議され、アメリカでは共和党のフーバー政権が赤字財政と国際発行に反対し、均衡予算主義のためにクラウディングアウトの論を援用した。また、イギリスでは保守党政権下の財務省が同様の理論で j m ケインズの立案になる自由党の提案と対立した。 クラウディングアウトの問題は、行政府による経済、財政政策において基本的な論題であり、もし古典派の言うように常に完全なクラウディングアウトが発生するのならば、行政府による経済への直接介入、経済政策は意味をなさないこと、無効になる。ケインズのこの問題についての基本的見解は、失業と有給資本が存在している限りは、 財政支出を増大してもクラウディングアウトによる完全な総裁は発生しないというものである。ただし政府による資金調達や財調達に伴い通貨当局が貨幣供給量を拡大しなければ利子率の上昇をもたらし投資を抑制する可能性があるとする。また工場的な財政支出が民間の期待や予測を通じて物価、資本の限界効率、 期待収益率、流動性先行に影響を与え、民間投資需要と競合する可能性を指摘する。ケインズ以降、経済の活動水準に影響を与えるのが、金融政策であるか、財政政策であるかによって論争が起こった。マネタリストは、金融政策に肯定的で、財政政策、とりわけ裁量的な財政政策に否定的であり、ニューケインジアンは、 金融政策を重視するものの、財政政策の有効性にも肯定的なことが多い。また、マンデル・フレミングモデルが示すように、閉鎖経済か開放経済かで、財政政策と金融政策のどちらが有効性が高いかが変わってくるという見方が主流である。他の状況が一定であるとき、流動性の罠など特別な場合を除けば、 LM 曲線が右肩上がりになっている状態で財政支出が増大すると利子率が上昇するため民間投資が縮小する。これにより財政支出による国民所得増大効果の一部が民間投資縮小による国民所得削減効果によって相殺されることになる。クラウリングアウトを説明するために財市場を考える。話を簡単にするため、 閉鎖系経済を考え、海外との輸出入はないものとすると、国民所得 Y は、家計の総消費シート企業の総投資合と政府の支出財政支出 G の総和になるので、フォーミュラ1となる。さて、所得の内割合 C だけ消費に回るとすると、国民所得 Y と総消費シートの間には、フォーミュラ2の関係が成り立つ。一方企業の総投資合は、 利子率によって徹底されるので、i イコール、i と書き表す。i は利子率 r が低ければ低いほど大きくなるはずなので、i は r に関し単調現象である。以上より、フォーミュラ3が成立する。g と c が定数だとすれば、これは r と i の関係を表す式となり、この式をイズ曲線という。次に、貨幣市場が均衡するためには、 総貨幣需要 L と総貨幣供給 M、P は一致しなければならない。L は国民所得 Y と利子率 R により決定されるので、L イコール L とかける。L イコール M、P を Y について解いた曲線を LM 曲線と呼び、フォーミュラ4と表される。さて、Y が大きければ大きいほど L は大きくなり、R が大きければ大きいほど L は小さくなる。したがって、 LM は単調増大となる。財市場と貨幣市場は、伊豆曲線と LM 曲線が交わったところで、均衡する。したがって、フォーミュラ語となり、これを解いて。LM は単調増大、I は単調減少だったので、上の式の左辺、LMI は R に対し単調増大となる。したがって、財政支出 G は増大すれば利子率 R が上昇する。 したがって、愛の単調減少性より、企業の相当資愛イコール愛は減少する。以上の議論より、財政支出 G が増大すれば、相当資愛が減少することが証明された。だが、肝心の実質国民所得レベル愛が増加するのか、減少するのかについて言及がない。仮にクラウドアウトが起こり民間投資が減少しても、それを補って、あまりある。 政府支出を行った場合には、全体として実質生産量が増加するシナリオもある。LM 曲線が垂直の場合、貨幣需要の利子弾力性がゼロの場合には、クラウリングアウト効果は完全となり、財政政策は国民所得を拡大させず無効となる。また、LM 曲線が水平の場合、流動性の罠には、クラウリングアウト効果はゼロとなり、財政政策は 完全に有効となる。国民所得、y イコール c i g より、とすれば、となる。一方とすれば、となる。以上より、となる。ここで、財政支出を拡張し、g イコール120とする、となり、利子率が上昇し、民間投資が抑制される。これが、クラウディングアウト効果である。 その効果の結果として、国民所得の増大効果も一部相殺されてしまう。また同様にして、財政支出を減少させた場合には、利子率が低下することで民間投資が伸びるため、国民所得減少は、ある程度相殺されることもわかる。なお、財政拡張と同時に金融緩和を行い、利子率、R イコール10のままに抑えれば、国民所得、Y イコール1800となる。 クラウディングアウト現象は、経済のバランスにより資源配分が転換される様子を表している。この場合、政府が金融市場から借り入れをして、投資をすることで市場の流通資金が減少し、金利上昇による民間投資現象が起きる。つまり、金融市場を通して、経済上の資源が政府投資により多く配分される代わりに、 民間投資への配分が減少することになるのである。しかし同時に金融政策、緩和を発動すれば、民間投資を制約することなく政府投資を伸ばすことができる。これは、経済上の資源に余裕がある状態、資本に有給や余剰があり、市中金利が低迷していたり、設備稼働率が低く失業が存在する状態では、有効である。 しかし経済上の資源に余裕がない状態でこのような政策を発動すると名目経済成長率のみが高まりインフレーションが発生する。1960年代のアメリカ経済は名目成長の内訳が実質成長から物価上昇へ変化していく恒例となっている。財政支出効果が失われるのは貨幣需要の利子弾性値がゼロの場合に限られる。 そしてアラン・ブラインダーやロバート・ソローが述べるように実証的見地からはその男性値がゼロに陥ることはないので政府支出増加は経済成長に明確に寄与する。LM 曲線が垂直であるという過程は非現実的であるにもかかわらずマネタリズム思考の経済学者らは依然として財政支出の効果は限定的だとする見解に固執している。典型的なマネタリスト 例えば、ミルトン・フリードマンの理論では、交際を発行して、政府支出拡大をした場合に、伊豆曲線に優位なシフトは見られないというものである。一方、ソローラが述べるケインズ経済学では、拡張財政はその財源を交際とした場合でも、経済成長を貢献する。とはいえ、交際ではなく紙幣増刷によってファイナンスされた、政府支出は経済を活性化させるという理論に、対しては、 典型的マネタリストと標準的なケインジアンともに同意する。マネタリストはその政策を金融政策と呼び、ケインジアンは財政政策と呼ぶ。またイズ LM 分析は価格水準を固定した短期モデルだが、拡張型財政政策は長期的には実質的所得水準を押し上げることソローラの研究で示されている。政府が国債を発行した場合に、 現実にはその交際の利払いがあるので、財政制限方程式がフォーミュラ7となることから、長期的な定常状態での政府支出の乗数はとなる。t は税関数であり、一般には所得レベルと交際の利払い額の関数である。これが仮に通貨発行でファイナンスされた拡張財政であればフォーミュラ9であるから、乗数はフォーミュラ10となる。 交際発行でファイナンスされた政府支出ではフォーミュラ11であるから長期の政府支出の上数が紙幣増刷を伴う政府支出での上数よりも大きくなるという結果になる政府が新規に交際を発行し金利が上昇すると債権保有者へ利払い額が大きくなり債権保有者のキャピタルゲイン増とか処分所得増加となるソロオラの研究は 長期的な経済成長には政府支出の拡大が大事であるということを示唆するものである。通貨の変動相場性を前提とした経済においては財政政策によって金利上昇に伴う消費や投資の落ち込みではなく通貨高による純輸出の減少という形でのクラウディングアウトが発生する公共投資を行う場合 上実のように金利を上昇させる圧力が発生するが、これは解放経済においては他国からの資金の流入を呼ぶことになる。この資金流入によって金利は一定に保たれる。一方で変動相場制では自国通貨が増加することになる。日本でいえば円高になる。自国通貨口は輸出源と輸入増をもたらすため総需要が減少し、 公共投資によって増えた内需を総裁することになる。このような変動相場性の下では、財政政策が一時的なショックを除き無効にな、一方で、金融政策の効果は高まる、マンデル・フレミングモデル参照。なお、変動相場性の下でのクラウディングアウトにおいては、金利を一定に保つ、要海外からの資金流入が起きるので、に注意が必要である。すなわち、 金利上昇が見られないことをもってして、財政政策の効果は大きいということはできない。京都大学大学院工学研究科教授の藤井聡氏は、このようなマンデル・フレミングの効果はインフレーションであることが前提となっており、デフレーション下では全く通用しないとの批判を述べ、デフレ下の日本では、財政政策は無効にならないという主張をしている。 経済理論的なクラウディングアウトの典型としては、後景気で完全雇用生産水準の状況下において、行政府が追加的な財政支出を行う際に発生するとされるが、現実に問題とされるケースとしては、経常収支や貿易収支が赤字で、失業対策や社会保障の義務的支出を原因として、財政赤字が累積状態にある状況下で、 追加的な国債発行が債権市場に意図しない高金利をもたらす場合に参見される。実際にクラウディングアウトが問題となった例として1970年代から1980年代初頭のアメリカが挙げられる。この当時のアメリカ経済は日曜経済の復興による国債競争力の低下による不況と失業が問題となっていた。 また1960年代からの負の遺産として3、809億ドル対、対 GDP 比 37.6%70 年度、から9、90億ドル対、対 GDP 比 33.3%80 年度の累積債務があり、景気刺激策として、低金利誘導を行おうとすれば市中金利の上昇に対する FOMC の会、オペレーション介入が過剰流動性インフレをもたらし、 インフレ抑制策として金融引き締めを行おうとすれば長期金利が急騰してしまうという悪循環に陥っていた。1975年に報道政権は840億ドルの国債を発行して金利の急騰をもたらした。これは民間相当資額の約半分に達するもので連邦予算の赤字を調達しあるいは借り換えるためのこの巨額の国債発行は 金融市場で民間資金需要と競合してクラウドアウトをもたらし、結果として財政支出増加による所得創出効果を民間支出の減少が相殺してしまうのではないかとの議論を呼んだ。レーガン政権では莫大な減税と歳出拡大を打ち出したため、金利水準は歴史的な水準に達し、民間投資は壊滅的な打撃をこむった。 特に雇用面では失業者は1000万人を記録するなど戦後最も厳しい経済状況となった。その一方で海外からは大量の投機資金が流入し為替レートをドル高に導いた。ドル高は輸出減退と輸入増大をもたらしインフレ率を低下させた。投機資金は利回りを目指して米国債などに向かい債券価格を上昇させ長期金利を低下させた。また、 海外資本による投資の拡大へつながるなど想定とはかなり異なる展開を示した為替市場におけるクラウドイン効果。1982年中にはインフレ率の低下から高金利政策は解除段階に入った。1983年には景気回復が始まったが、それは減税と歳出拡大という財政政策を受けた消費の増大。 上数効果が主因であった。インフレーション人生過後は、すぐさま金融緩和が行われ、アメリカは復活したと言われるほど急激な、景気拡張が1983年から起きた。しかし、それによる、不均衡はインフレーションではなく、経常収支の赤字を生み出し、プラザ合意へと繋がることになる。日本では、1990年代の財政政策が、クラウディングアウトを起こして、 民間投資を減少させたという見方もあるが、常実のマンデル・フレミング効果によって、金利上昇ではなく、円高という形で影響が表れたことや、貯蓄超過の状態が続き国債が安定消化され続けたこともあり、目立った実質金利の上昇は起こらなかった。むしろ90年以降の財政抑制政策は、政官民輸着に見られる、モチベーションクラウディングアウトに関わる問題や、 不況による税収不足の一方で増大する社会保障費により、償還資金の手当てのための借り換え国債の問題などが焦点となった。90年代には実質金利を高めるデフレが起きたことから、財政出動の不足が民間投資へ悪影響をもたらしているとの批判がなされた。この時期は、金融機関の不良債権処理や BIS 規制に、 対処するための強引な貸ししぶり貸し剥がし、信用収縮が問題となっており、財政出動による有効需要拡大とマネーサプライ拡大、ヘリコプターネーやインフレターゲットを求める議会の要求が高まっていた。ものの、橋本政権の緊縮財政方針や小渕政権の大規模財政出動、2000年の日銀による金融緩和打ち切りなど経済政策が右往左往しこと、 ストップ号政策で、信用収縮は極まったとの批判がある。また、人々が合理的に将来のことを予想すると仮定すると、消費者や企業は、将来の増税を想定して、将来に備え財政支出の拡大分とほぼ、等しいだけの貯蓄を増やすようになるため、結果的に、総需要の増加幅は総裁され小さく止まり、財政政策は効きがたくなる。特に、 公的債務がある域地を超えて累積した状態では、このような将来の増税に向けての貯蓄が起こりやすくなると分析がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。